はい、のんたです。今回はラキューを使って雪だるまを作っていきたいと思います。使用するパーツはこのような感じになっています。では早速作っていきましょう。以上、のんたでした。ご視聴ありがとうございました。